スペインサッカー連盟、フェフは11日、ビジャレアル所の FW ジェラール・モレノとリーズ・ユナイテッド所属の DF ・ディエゴ・ジョレンテが共に筋の負傷のため代表チームから離脱すること発表した。今シーズンの久保建英はダゾーンで、いつでどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ジェラールとジョレンテは7日に行われたポルトル代表との国際親善試合に先発フル出場。10日行われた UEFA ネーションズリーグのスイス代表にはジェラールのみが交代出場していた。13日行われるネーションズリーグのウクライナ表戦は両者とも欠場することになる。ビジャアルのエース FW であるジェラールの負傷は区部にとっても大きな痛手となるかもしれな。負傷の程度は正確には不明だが、18日に行われ、リーガエスパニョーラ第6節、バレンシアとの B マッチにも出場できない可能性が懸されている。ジェラールは、昨季リーガで得点、キング3位、スペイン人選手最多の18ゴールを6。今季も5試合すべてに先発し、得点ランキング、くらいタイの3得点と1アシストを記録していた。負のエースが欠場となれば、システム変更など、含めて何らかの対応が必要となる。ここまで5すべてに交代出場となっている、久保建英の用法にも影響が出てくるかもしれない。両。